はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。今回はですね、メガドライブのアイルトンセナスーパーモナコ GP2 の実況をしていこうと思います。まあご覧の通りで、ね、F1 ゲームですよね。まあアイルトンセナっていうね、まあ名前がついてるぐらいですから、まあ F1 ゲーム以外の何者でもないんですけれども、まあセナーといえばね、まあもうすでに亡くなってる人ではあるんですけれども、まあ私がまあ学生の頃ですかね、まあやっぱりね、あの F1 ブームが当時はかなりすごかったので、まあ日本中でもね大人気でしたね。でまあ最近ですね、ちょっとあの職場の若い人たちとまあこの F1 についてですね、まあ話すことがあってですね、あのセナの名前は知ってるんですけれども、実際ね、あのレースは見たことがないというね、あの衝撃の発言を受けまして、びっくりしましたね。まあ、私もね、年を取るわけですね。というわけでね、ゲームやっていきましょう。ちょっとね、オプションをいじりましょうか。まずランゲッジをジャパニーズ。これだけですね。それでですね、まあ、このね、実況の目的はですね、ワールドチャンピオンシップモードで、優勝するという形を取らせていただきます。あの、1年間が、16戦までかな、まあ、あるんですけれども、まあ、ちょっとね、何年かかるかわかんないんですけれども、まあ、とりあえずね、ワールドチャンピオンになるのが、目標と、しましょう。それで、じゃあ、ワールドチャンピオンシップモードを選びますと。で、ビギナーとマスターがあるんですけれども、マスターでね、やっていきましょう。ネームエントリーということで、まあ、名前はね、ゴンゲンでやっていきましょうか。ゴンゲー、ん?ナショナリティ、まあ、国ですよね。まあ、私はね、あの、生粋の日本人ですので、ジャパンでやっていきましょう。ジャパーンと。まあ、ちょっとね、面白みはないですけれども、まあ、日本人ドライバーがね、あの、年間チャンピオンを目指すというのも、まあ、いいでしょう。じゃあ、これでエンドかな。今日から君もトップドライバーの仲間入りだ。共にベストを尽くし、正々堂々と戦おう。望むところです。良い成績を上げれば、上位チームに移れることがあるし、その逆もある。腕を磨き、上位チームにステップアップし、そして僕とワールドチャンピオン、を争おう。なるほど。セナのね、ありがたいお言葉ですね。このゲームがね、発売されて、まあ、約2年後に、まあ、セナはね、亡くなってしまったんですけれども。まあ、当時ね、かっこよかったですね。音速の貴公子ですね。まあ、じゃあ早速ね、レースをやっていきましょうか。第一戦は、アメリカですね、USA。セレクトライバル。イエス。で、私はですね、今現在、このサーガっていうね、まあ、架空のチームに所属してるんですけれども、あ、そうそう、このゲームはですね、まあ、全部架空ですね。で、アイルトン・セナだけね、まあ、実名で出てますね。まあ、多分、セナのね、版権料を払うので、いっぱいいっぱいで、こう、F1 のね、こう、公認が取れなかったという感じなんでしょうかね。で、私の、まあ、所属してるサーガですね。まあ、セガーですかね、おそらくね。まあ、マシンのマックスパワーが730という形なんですけれども、ちなみに、セナはですね、この S クラスのマドンナですね。まあ、おそらくマクラーレンだと思うんですけれども、ここにいますね。
マックスパワーが770。まあ、後ろのね、あの、緑色のメーターみたいなやつもかなりね、あの、上の方まで伸びてますもんね。まあ、エンジンとかトランスミッションとかサスとかタイヤとかブレーキとかね、まあ、あるんですけれども、まあ、特にあの、このゲームはあの、セッティングとかはないので、もうほとんどね、あの、最高速度のみを、気にしてればいいかと思います。まあ、いきなりセナにね、挑むのは無謀ですので、まあ、最初はまあ、このね、同じ、私の所属してるまあ、サーガと同じレベルのこの C クラスのね、連中をこう、相手にしていきたいんですけれども、そうですね、まあ、ラレス？まあ、ちょっとね、見てみましょうか。ラレスって何ですかね。ドライバー、P 新井。日本ですね。日本人なのに P ってなんだ？ P。P スケかな？多分これあれ、モデルは鈴木アグリですかね。まあ、そんな感じがしますね。まあじゃあ、この P 新井をね、まあ、ライバルに設定して、レースをしていきましょうか。レースウィズヒム、イエス。簡単には抜かさせないよ、ということですね。で、トランスミッションセレクトということで、7速のね、マニュアルでやっていこうと思います。で、もういきなり予選ですね。予選は一発勝負っていうかね、一周のみのタイムを争う感じですね。で、ちなみにあんまりね、走り込みをしてませんので、かなりね、タイムは遅いと思います。いた。まあ、なんとかね、コースは覚えたっていう感じですので、まあ、本当はね、結構走り込みとかをして、まあ、タイムアタックとかね、やりたいんですけれども、あんまりゲームをやってる時間がなかったというのがね、まあ、正直なところですね。予選の順位は12。遅いですね。どんな感じなんだ？P 新井が、9位で私が12位ですから、まあ、私の3台先にいるっていう感じですかね。じゃあこれでね、まあ、これでというか、まあ、次はね、もういきなり決勝なんですけれども、まあ、やっていきましょうか。まあ、レースはね、何が起こるか分かんないですからね。まあ、さっきの予選とは、おぉ、P 新井邪魔ですね。さっきの予選とはね、やっぱり比べ物にならないぐらい難しくなりそうですね。で、P 新井がね、今、右な、あ、いた。P 新井ぶつけまくってますね。こんなので本当に、いいんでしょうか。P 新井、もうちょいで見えてくるかな。この2台邪魔ですね。邪魔邪魔。まあ、ピットインのサインは出てますけれども、もう無視しましょう。私の順位が今10位で、で、P 新井がね、11位ですね。まあ、このままね、無事に完走できれば、まあ、ライバルには勝つことはできるんですけれども、やっぱりこのクラスのね、マシンですと、なかなかポイントが取るのはね、難しいんですよね。
おー、これ。よ。ここの連続コーナーで、やっぱり差は詰めらんないですね。まあ、このクラスですと、やっぱり、まずはね、上位チームに移籍することが、目標になっちゃうかな。いた。やばい、P アライが、すぐ後ろに来てる。ふぅ。やっぱりポイント取るのは難しいですね。ちょっと諦めましょう。邪魔。ぶつけまくってますね、さっきから。あいつ邪魔ですね。抜きたいな。まあスピードがね、遅いというか、トップスピードでね、看板とかにぶつからない限り、クラッシュとかはしないんですけれども、マシンにね、ダメージが蓄積されると、スピードを、トップスピードがね、遅くなったりしますね。まあ、今のゲームのね、F1 シミュレーターとかは結構ね、シビアですけれども、まあ、この時代のね、F1 ゲームは、割とこう、緩い感じがしますね。レースシミュレーターっていうか、F1 ゲームっていうかね、ドライビングゲームっていう感じですからね。もう危ねえ。今は本当にね、シミュレーターですからね、より本物に近づくっていう感じなんですけれども、この時代のゲームはこうね、いかにもこう、ゲームしたね、感じがしますね。で、いつの間にか私9位ですね。これでファイナルラップかな。よし。この一周を無事に走り抜ければ、移籍への手がかりというかね、足がかりがつかめますね。危ない。前の車邪魔ですね。そっか、この時代のレギュレーションでは、タイヤ交換とか燃料補給のね、義務付けがないですね。といってもね、最近 F1 自体を見てないので、今年のレギュレーションがどうなってるかとかね、全然わかんないですね。とりあえず完走といいますかね、9位でね、フィニッシュですね。あれ、セナが3位ですね。珍しいな。N ジョーンズが、なんか、トップですね。私、ゴンゲンは、9位ですね。で、獲得ポイントは0。第一戦はね、こんな感じで終わってしまいました。ドライバーズポイントランキング。当然ね、第一戦ですから、先ほどのね、結果通りですね。よし。これでね、第一戦終了ですね。その調子でいこう。了解です。次のラウンドは行かないで、とりあえずセーブをしてね、今回は終了したいと思います。セーブ。これでいいのかな？第2戦までは今回はやらないでね。1戦1戦ね、やっていこうと思います。
はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。